第4試合、サクラド系の勝利となりました伊丹裕也選手がインタビューとなります。おめでとうございます。おめでとうございます。試合というか感想お願いします。どうも、勝てて分かりやすく KO で勝ててよかったです。最後は左フックですかね、はい、感触はどうだったでしょうか。まあその最後の左フック以外にも1ラウンド目から結構感触、蹴りもパンチも結構ありました。結構ハイとかでも効かせてる部分はあったと思います。そうですね、ハイも倒れるかなぐらいの感触があったんですけど、倒れずに本当気持ちの強い選手だなと思いました。その対戦した石川選手ですけど、その気持ち以外のところ技術とかも含めてどうだったですか。もっとこうあの関節切りっていうんですかを警戒してたんですけど、思ったより蹴ってこなかったたんで、思ってたより戦いやすかったです。結構打ち合いに来る場面が多かったと思うんですけど、はい、なんかあれですよね、本当はもうちょっと上手く戦ってくるかなっていうイメージだったんですか。そうですね、まあその距離取って特に関節切りから繋げてくるような、パンチに繋げるような今回は結構狙い通りですか、その攻撃としては自分自身の中では。そうですね、今回左結構練習してたんで、まあ、練習してたパンチに倒せました。まあ、前回の試合で、あの地元での試合に続いて KO 勝ちっていう形になりましたけど、やっぱり倒せるのが一番いいですね。そうですね、で前回中島選手に石川選手が KO で勝ってるんで、まあ、僕がその KO で倒したらもう分かりやすく、あと戦うランカーがいなくなるんで、受けようになってました。試合終わった後もマイクで言ってましたけど、タイトルマッチに、はい、行きたい。そうですね、もう戦う相手もいないですし、まあ、もう負けてから今のケンチャンピオンにもうずっとそれを目標に戦ってきたんで、やっとここまで来たかって感じです。ちょっと1年前ですか。はい、6年ですかね、はい。中野選手、今の活躍ってどう見てますか。まあ、伊藤洋選手に勝って、まあ、ベルトの価値を高めていってくれて、まあ、そうですね、まあ、やっぱ強いなっていう、来週も、ね、しっかり勝ってほしいですね、5ミリ負けるまで。そうですね、まだあの時と全然違うぞっていうところを見せたいですね、やっぱり。そうですね、あの時はもう負けたこともなかったし、パンチ効いたこともなかったんで、ただ突っ込んだだけなんで、やっとこう、キックボクシングでできるようになってきたんで、今だと違う結果になると思います。わかりました、ありがとうございます。では、最後に今日応援してくれたファンの皆様に、あと、まあ、来年の目標も含めてメッセージいただければと思います。来年の間に絶対ライズのベルトを巻くので、応援よろしくお願いします。今日応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。伊丹裕也選手がインタビューとなりました。ありがとうございました。